さんこんにちは、モトキです。今回、2回目なんだけど、マレーシアでは結構簡単に買えるのに日本ではなかなか見つけづらい食材を使って日本風にアレンジして、日本料理を作っていこうという企画です。で、前回が、シアカっていうことでお魚をさばいたんだけど、今回何でしょう？もうわかるけど。そうよね。で、買ってきた映像があるんでご覧ください。はい、今日は仕事帰りに、近くのスーパーに来てます。で、マレーシアの食材結構面白いのがあるんですけど、例えばこんなまん丸いナスビとか、日本じゃなかなか見らんすよね。これもナスビの一種らしいです。これはどうやって食べるのかもわからんけど、硬い。見てみて、こういう風にラム肉の吊るし切りとかしてたりします。で、こんなでかい魚も売ってるんですね。めっちゃでかい。今回マレーシアでは簡単に手に入るけど日本でなかなか手に入らない食材、どっちがこちら。じゃじゃん、ココナッツミルクです。こっち大きいのがあるけど量が多いからこっちのちっちゃいやつにします。はい、ということで、本日の食材がこちら。いきまーす。はい、ドーン。ということで、ココナッツミルクになります。で、今回このココナッツミルクを使って何を作るかというと、何でしょう？茶碗蒸しそう、茶碗蒸しを作っていきたいと思います。通常茶碗蒸しって、卵とだしとかで作るちょっと甘くないプリンみたいな感じなんやけど、中には豆乳、ソイミルクを使って作る茶碗蒸しもあるのね。その豆乳の代わりにちょっとこのココナッツミルクを使ってみようと思います。で、日本人なかなか知らないと思うんやけど、ココナッツミルクって聞いて絶対甘いって思うよね。でも全然これ甘くない。で、茶碗蒸しってめっちゃ簡単に作れるからすぐ終わると思います。では作っていきたいと思います。はい、ということで作っていこうと思うんやけど、まず具材、中に入れる具材をいろいろ考えたんやけど、結構鶏肉とかあるんやけど、今回はちょっとシーフード風にしていこうと思います。で、用意したものがこちら。まずは椎茸、これ基本やね。で、カニのカマ、カニカマ、カニカマね、とエビで、エビが頭だけ取れてんやけど、これをちょっと抜いていきたいと思います。一瞬でいきます。せーじゃん。はい、抜けました。じゃあ、これあと背わたを取っていくんやけど、こうして、お、あー取れた取れた。はい、背わたが取れました。で、次に一応なんていうと、茶碗蒸して蒸すからスチームするからいいと思うんやけど、念のため先にボイルします。じゃあ一瞬でボイルします。じゃん。はい、ということで、一度火を通しました。まあ尻尾いらないんで尻尾切っていこうかね。で、今回2人分作るんで、1匹で足りるんやけど、でもこれちょっと半分に切っていこうと思います。はい、半分に切れました。次カニカマなんやけど、ちょっと大きいんでこれも半分にします。次に椎茸、まず房を取ってます。6、これで11。次に卵をちょっと贅沢に2つ使っていきます。次にこのココナッツミルク、ちょっとでいいや。オッケー、こんなもん。で、こんだけだったら味がすごいない感じがするんで、じゃん、フィッシュソース、魚醤ってやつやね、を軽く入れます。
ちょっとあれだよね、茶碗蒸しっぽい色味だな。こんな感じだよ。やっぱじゃん、この茶碗蒸しに入れていきたいと思います。うち茶碗蒸し用の茶碗があるから、これにバッチリ入れていこうかな。エビ、カニ2つね、と、しいたけ3つ入れます。これでこしていきます。うち蒸し器がないんで、フライパンで、お水を張ってこれを蒸していきます。じゃということで10分ぐらい経ったんで、火を落として、よいしょ、熱そう、熱そう、完成です。はい、ということで、ある程度冷めたんで食べていきたいと思います。まだ中はすごい温かいんやけどね。よいしょ、ちょっと私だけで盛り上がったよね。これがよくわからんけど、いい感じになったと思う。いきます。なんか普通のお店ちょっと違うね。シレバのココナッツミルクの味をちょっとする。通常のマレーシアの人はココナッツミルクをご飯と一緒に作ったり、カレーに作ったりする。で、あのナシレバとかそういうのに使っていくみたいだけど、まあ、こういう食べ方もいいんじゃないかと思います。はい、ということで今回は、ココナッツミルクを使って茶碗蒸しを作ってみたんですけれども、感想としては、まああれはあれで違う茶碗蒸しとしてすごい成り立ってるのかなと思います。ぜひ皆さんも作ってみてください。簡単なんで。それでバイバーイ。